アガデス市内アガデス城外の墓地アガデス州東部ビルマのオアシスアガデス州はニジェールの行政区画ニジェール北部の約66.8万平方キロメートルを占める2012年の人口は約48.8万人人口密度は0.73人平方キロメートルと非常に低く国内7つの州のうち最も広大である二千十三年一月十四日 マリエの軍事介入を受けた装置として、仏特守部隊が、イムラレンとアーディットにあるアレバのウラン工場警護に配置される、計画を、フランス軍事筋が明らかにした。南側を、タウア州、マラディ州、ザンデール州、ディファ州と接し、東側をチャド、北側オリビア及びアルジェリア、西をマリと国境を接している。アガデス州はほぼ全域が砂漠である。ドアレグ族、 プル族、カヌリ族、トゥーブユー族等の遊牧民を中心に、濃厚はオアシスで、細々と行われているに過ぎないが、アーリット及びアクータ鉱山において、ウランの採掘が行われており、このウラン産出は、ニジェール経済の柱となっている。ウランの一部は日本に出荷されている。アガデス州の県アガデス州は、州府のアガデスと三県に分かれている。アーリット県アーリット、 イムラレンビルマ県ビルはチロゼリーヌ県チロゼリーヌ、ありがとうございます。